これは知人男性から聞いた話。彼は今でこそ田舎のホテルで勤務しているが、以前は東京のかなり大きなホテルに勤めていたことがあるのだという。客室数、施設も充実し、そして従業員の数もとても今働いているホテルとは比較にならないほど多かったそうで、それをシフト勤務として24時間体制での業務に従事していた。そして何よりすごいのが、ホテルの至る所に監視カメラが設置されており、それを従業員が交代で監視して犯罪や火災防止に役立てていた。彼も何度かその役目を担って監視カメラでの館内巡回を行ったことがあるそうだが、何度目かの当番の際、あることに気づいたという。それは監視カメラなど設置する必要がないある場所に合計3台のカメラが設置されていたということ。その場所とはホテルの屋上。そのホテルでは自殺防止のためか、屋上への出入りが禁止されていた。従業員である彼も一度も屋上になど登ったことはなかったし、何より屋上へ続く階段は目立たない暗い場所にあり、その先には大きく重い鉄の扉と、そこにかけられた幾重もの鎖があり、どうやったとしても屋上への出入りなど容易にできるものではなかった。ただ彼も最初に屋上への扉にかけられた何重にもなった鎖を見たとき、どうしてこんな鎖まで必要なのかと疑問に思ったそうだが、そしてもう一つ不可解なことがあった。それはその屋上の監視カメラは夜になると作動が停止されるということ。これでは何のための監視カメラかわからないと古株の上司に聞くが、いつもごまかされてしまい、説明してくれることはなかったという。屋上に上る階段がある最上階というのはスイートルームが数部屋あるだけで、その他の部分は業務に使う機材や資材などの倉庫があるだけ。そんな場所を監視して一体どうするというのか。そして最も防犯が必要な夜間にはその監視カメラさえ見られなくなってしまう。彼はその理由がどうしても理解できず、ことあるごとに最上階へ行っては屋上への階段あたりを調べてみるのだが、屋上へ通じるドアには開けられた形跡など一切なく、他の階と何ら変わらない空間がそこには広がっているだけだった。そんなある夜、彼が夜勤として業務についていた時のことだ。監視カメラの部屋にある警報が鳴った。しかもその警報は九段の屋上の近辺のドアが開いたことを知らせる警報だった。彼は急いで監視カメラでその場所を確認しようとしたが、すぐに上司から制止されてしまう。さすがに上司に逆らうわけにもいかず、彼は部屋から出て行こうとした。すると上司が、おい、ちょっと待ちなさい、どこに行こうと言うんだね。まさか最上階へ行こうと言うんじゃないだろうね。お客様がご宿泊されている部屋の周辺では何も起きていない。だから我々は何もすることはないんだよ。そう言われたという。確かに同じ最上階にある客室周辺に設置されている監視カメラには何も異常は映されてはいなかった。しかしその時の彼は何か嫌な予感を感じていたのかもしれない。それでも屋上のドアが開けられたという警報が鳴っている以上、お客様の安全のためにも確認するのがホテルマンとしての役割ではないのですかと、その上司に食ってかかったという。すると、いい加減にしろとその上司が怒鳴ったという。いつもは温厚で怒ったことなど一度も見たことはなく、
彼もそんな上司を心のどこかで尊敬していた。だから彼もあっけに取られたようにその場に停止するしかなかった。するとその上司はゆっくりと話し出したという。このホテルが建てられた時、屋上は従業員の休憩場所として自由に利用できたんだ。でもね、ある日一人の女性従業員が屋上から飛び降りて死んだ。社内恋愛のもつれだったそうだよ。それからというもの、どれだけしっかりと施錠しても屋上へのドアが勝手に開いてしまうようになった。そんな時、ちょうど君と同じように正義感の強い新人男性がそのドアを見に行ったんだ。同僚が止めるのも聞かずに。それまでもそのドアを調べに行った者が何人も精神がおかしくなって発見されてた。だからみんなは必死で彼を止めたんだけどね。そして結局彼はそのまま帰っては来なかった。翌朝助けに行った者が見たのは、屋上で恐怖に顔を歪ませたまま死んでいる彼の姿だった。そしてそこには何かが這いずったような跡が残されていたんだ。それ以来もう誰もそのドアを見に行く者はいなくなった。そして私も大切な部下をまたあんな形で失いたくはないんだ。それにその屋上のドアを開ける何かは、お客様には決して何もしない。犠牲になるのは決まって従業員だけさ。お客様に実害が及ぶのなら私たちも命を懸けて手を打たなくてはいけないが、今のところはそこに近づかなければ何も起こらない。だからわざわざ危険に立ち向かう必要なんてないんだよ。分かってくれるね。そう言われて彼はそれ以後そのドアのことは忘れるように努めたという。しかしある日、彼はつい興味本位でドアの警報が鳴ったとき、その場所の監視カメラを作動させてしまった。そしてそこで見たものとは、あれだけ厳重に鍵をかけられたドアがいとも簡単に開き、そしてそこには階段を這うようにして降りてくる異様に体の長い女らしきものが映っていたという。その姿の恐ろしさ、不気味さはとても言葉では説明できないほどだったという。結局彼はその画面を見てしまったことで耐えられなくなって、そのホテルをすぐに辞めたそうだ。